こんにちは。今回の美少女はバキコさんです。このドアではアキコさんの水着、ランジェリー、千鳥写真なんかな写真を動画にして紹介しています。グラビアアイドルとして活動しているバキコさんのグラリアや制服や下乳や自撮り、競泳水着なんかの中写真を3サイズやカップサイズなどプロフィールと一緒にお届けします。アキコさんの写真が良かったと感じたら高評価ボタンやコメントお願いします。ミスヤングアニマル2022でグランプリを取っちゃったことでも知られるバキコさん、なぜに今まで日の目を浴びていなかったのか意味がわからないほどの容姿の持ち主、スタイルもプロポーションもガチ婚活、めっちゃ可愛い女の子さんです。おっぱいがでかいのにクレームあって再婚も最高なので、ぜひ今のうちからチェックチェックです。アキコさんは石川県の出身、身長155センチ、3サイズは87、53、88センチ、カップサイズは G カップだそうです。2022年4月に現在所属をしている芸能事務所 G リールエンターテインメントの棋士に優勝したことをきっかけにグラビアおよび芸能活動を開始しました。スカウトをきっかけに芸能活動を開始したと言われています。ここ最近 SNS でスカウトされるケースが多々ありますが、彼女がツイッターを開設したのは2022年の3月ということもあり、 SNS 経由ではスカウトではなく道端スカウトではないかと噂されています。2022年の秋にミスヤングアニマル2020に行ってグランプリを獲得をしたことで注目を集め、今に至います。中学生の頃は剣道、高校生の頃は器械体操と体育会系だったそうですが、彼女のプロフィールの特技を見るとピアノ、ミニコディ、即興演奏とあり、この特技を見ると音大という線が浮上しています。どこの大学かどんなことを学んでいるのかは分かりませんが、スリーサイズを SNS のプロフィールに書き込むくらいにオーバーなので、時間が経てば経歴が明らかになってくることを期待しています。ではウエスト54センチの二次元ボディグラブルパキコさんの写真でも見ていきましょう。これがこれだ、マジで可愛いかもしれません。可愛い上に細身でボーイ、おまけにくびれまでしっかりとしていらっしゃる。2号1のクラドルになると意気込んでいるだけあって志も高いでしょう。今後はよくお目にかかることになるのかもしれません。今回はアガニマルのグラビアと SNS の画像で動画を作ってみました。今のうちからチェックがてらに、ぜひ何度もご覧になっていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。